Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers, feel like we're far apart. Stripping down はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、もうワクワクが止まんないです。はい、今ですね、すごい話題になってるカメラがあります。そう、ソニーの最新カメラですね、ZV-1 というものが情報解禁となりまして発表がされたわけですけども、今回ですね、なんとそちら、実はもうあります。はい、ということで今回ですね、こちらですね、ソニーさんの方から先行レビューの依頼をいただきまして、カメラの本体をですねお借りしてまして、お送りいただいてます。今回はこちらをですねいち早く開封して、中身のチェックとか、スペックのお話とか、どういった形で撮れるのかというところですね、そのあたりを実際にですねお見せしていこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでこちらですね、ソニーデジタルカメラ ZV-1 というものになります。しばらく前から噂が結構出ていて、もちろん私もですねめちゃめちゃ注目してたんですけども、ついにこちらがですね手元にやってまいりまして、使える状態になりました。外箱を見ても分かる通り、今回こちらですね Vlogger 向けのコンパクトデジタルカメラというものですね。でこちらの方にもスペックがね書かれているんですけども、1インチのセンサー、それから 20.1 メガピクセルの画素となっております。で、焦点距離が 24mm から 70mm の F1.8 から F2.8 です。こちらはですね結構ポイントなんですけども、今までソニーのコンパクトデジタルカメラといったら、私も購入して愛用しているこちらですね、こちらソニーの RX100M7 というカメラなんですけども、こちらの場合はですね焦点距離が 24mm から 200mm になってますので、望遠ができるんですよ。その代わり F 値が F2.8 から 4.5 ということで、明るくはないんですよね。新型の ZV-1 の方は F1.8 から F2.8 になりましたので、レンズが明るくなってます。つまりどういうことが起こるかっていうと、自撮りした時の背景ボケとかも、これまでの RX100M7 とかのシリーズよりもボケ味がしっかり出るようになっているというところですね。オートフォーカスのポイントは315点、それからリアルタイム瞳 AF もついてます。フェイスアピールっていうモードもついてるみたいですね。であとちょっと気になっているのが、背景ボケの切り替えができるっていうね、モードがあるみたいです。背景ボケスイッチみたいなのがついてると。あとクリアボイスレコーディング、内蔵マイクが優秀なのかな。それからマイクロフォンジャック、マイク端子があるから外部マイクを接続できるというところですね。基本スペックとしてはこんな感じになります。じゃあ、早速ね開けていきたいと思います。いきましょう。 ZV-1 オープン。はい、こちらが中身ですね。まず付属品が、こちらマイクロ USB のケーブルと、こちらのバッテリーが入ってますね。バッテリーはどうだろう、 NP-BX1 というバッテリーですね、こちら。ちなみにRX100M7 も同じバッテリーですね。 X バッテリーなので、共通です。コンデジの RX100 シリーズと同じタイプのバッテリーですね。で、あとこちらウィンドジャマーがね入ってます。あー、なるほど、これホットシューの部分に直接つけられるようになってる。すごいな、これは。つまり内蔵マイクで撮っても風切り音を防止できるように最初からこのねモフモフが入ってますね。これめちゃくちゃイケてるな。外部マイクなしでも全然いけそうな気がしますね。じゃあちょっとカメラ本体見てみましょう。よし、じゃあいきますよ。3、2、1、オープン。じゃじゃーんと、こちらが、はい、ZV-1 の本体になります。いやー、いいですね。結構 RX シリーズとはまた質感が違ってますね。あ、すごい、上部の部分がこれ全体的にこれマイクになってますね。すごい。で、それからこちらにですね、ホットシューがついてます。だからここに、ライトをつけたり、マイクをつけたりとか、アクセサリー類をですね、接続することができるようになっていると。で、さっきのこのウィンドジャマーがついてるんですけど、そちらを、じゃあちょっと、ここにですね、接続できるんですよね。これ付属品の、モフモフウィンドジャマーですね。こちらを、この上から、かぶせるような形で、つけれるということですね。
なるほどね、これはねよく考えられてますね。はい、つまり、つけるとこういう状態。これ外部マイクがついてるわけじゃなくて、内蔵マイクの風切り音を防止するためのモフモフウィンドジャマーが、最初からついてる。これは、かなり革新的な、なんかアイデアというか素晴らしいですね。これだったら思う存分このままの状態で、まあ、風が強いところとかでも動画撮っても全然いけるってことなんで、安心感めちゃめちゃ高いですね。これやばいな、これは。はい、じゃあちょっと一旦ねこちら外しますけども、はい、取り外しも簡単ですね。でまあここにマイクがついているっていうところと、電源オンとモードの切り替えと、こちらが録画の開始ボタン。録画開始ボタンがね、かなり大きくて押しやすいようになってますね。でここシャッターボタンですね。写真とかもちろん撮れるし、まあ、ここでズームとかもできるようになってますね。ちなみにこの一番右上のボタンが、背景ボケの切り替えスイッチになります。こちらが上側、でそして、こちら側ですね、ディスプレイ面。はい、なんとこちら、操作部分は右側にまとまってます。まあ、FN キー、メニューボタンとか、ダイヤルですね。あとデリートボタンと、プレビューボタンがついてます。こちらは、まあ、RX100 シリーズと大きくは違わないと思うんですけども、一番の大きな違いはですね、こちらパカッといくわけですよ。こちらがですね、バリアングルがついに搭載されました。つまりこれこうですね、これこのままこうぐるっといくわけですよ。つまりこういくわけ、わかります？自撮りする方向にこのディスプレイがねしっかりと、ついて見えるようになってます。これはねもう待ち望んでいた人もめちゃくちゃ多いと思います。で私ももちろんその一人で、ソニーにこのバリアングルを出してほしかったんですよ、ずっと。でついにこれ出してきてくれたということで、もう長年のね夢が叶ったみたいな感じで、本当にこれは、嬉しい進化ですね。はい、なんか自撮りとかよくする方、特に YouTuber とかはこれめちゃめちゃこれ嬉しいと思います。これはね大進化です。でもちろんこの角度とかね調整できますので、自分のこの撮影に合わせてこの角度とかも変えれます。こうグッといって、もうこういう状態でね、横を撮影するとかもできるし、ちょっとローアングルで撮影するときとかもこういう風にね撮影できるので、これはね自由度めちゃめちゃ高いです。でしまうときはこうしておくと、ディスプレイがね傷つかずに持ち運べますので、素晴らしいです。これは最高ですね。であと端子類ですね、こちら HDMI の端子がついてますね。それからマイクロ USB の端子ですね。であと、こちらマイク端子もついてますので、こちらに、外部の、マイクをつけることができる。で外部マイクをつけた場合もこのホットシューにですね外部マイク装着できるので、内蔵マイクおそらくこれ多分優秀だと思うんですけど、さらにいい音でっていう場合は外部マイクを使って、ここに装着するってこともできるので、やっぱりこれねかなり、革新的なこれコンデジだと思います。はい、じゃあ早速バッテリーを入れて電源を入れてみたいと思います。よーし、じゃあ行きましょう。カチッと入れました。はい、じゃあちょっと SD カード入れてみますね。はい、 SD カード入れました。じゃあちょっとこの状態で実行してちょっと、使ってみますね。はい、設定完了しました。もう使える状態になりましたよ、こんな感じで。はい、バッテリーもマックスですね。じゃあちょっとねこれあれですね、今気づいたんですけど、モード切り替えのダイヤルがないんだ。ちょっと RX100 の場合は、こちらにですねダイヤルがあって、ここでモードとかを切り替えるんですよね。写真とか動画のモードを切り替えるんですけども、 ZV-1 の場合はダイヤルじゃなくてボタンになってます。でこのモードボタンを押すと、こんな感じで、動画なのか、それとも写真なのかっていう感じで選んでいけますね。マニュアル、シャッタースピード優先、絞り優先、プログラムオート、まあ使えるモードは基本一緒ですけども、モニター側で選んでいくという形になりますね。あ、で、動画を選んだ後にさらにモードを選んでいくと。うん。はい。絞り優先でちょっと使ってみます。で、F1.8 になってますね。あー、ボケるなー。これは、ボケますね。やっぱりこれ、ズームしても F2.8 なんで、やっぱりかなりボケ感いいですね。ちょっと録画してみますね。あー、録画もしやすい。で今ちょっとね、今使っているこのカメラを、撮影してるんですけども、かなりこれ背景とかもね綺麗に、ボケてますね。こんな感じです。で結構なんか滑らかに動きますね。うん。でちょっと気になってるのが、今使っているこのマイクなんですけども、これソニーの ECM-B1M っていうマイクなんですけども、これとかもホットシューで接続するマイクなんですが、
これ使えたらちょっと神だなというふうに思ってますね。ちなみに内蔵マイクどうでしょう。今内蔵マイクの方から音をちょっと使ってみてるんですけども、こんな感じで音を取れます。はい、で上にも使ってるの、こちらもソニーのカメラなんですけども、今こういう感じでね、上からの撮影は α6600 を使っていました。こんな感じですね。じゃあちょっとこうぐーっと戻していきまして、自撮りしてみましょうか。自撮りで今ちょっとね気づいたんですけど、これ録画してる時にここ赤いランプがついてますね。ってことはこれ録画してる時にちゃんと録画ができてますよっていうのがもう視覚的に分かるようになっているというところ、ここもすごいいいですね。いや本当にねよく考えられてる、これ素晴らしいです。じゃあちょっと私が購入して持っているこちらソニーの、シューティンググリップですね、GPVPT2BT というものを、使ってみます。はい、こんな感じで装着をしました。もう完璧にこれはね Vlog 仕様ですね。はい、ちょっとじゃあせっかくなんでモフモフもつけましょうか。はい、完璧な、Vlog スタイルが完成いたしました。素晴らしいね。で、この状態で、Bluetooth で接続しておくと、録画の停止とかはここで操作できます。で、ズームとかもここでできるので、完璧ですね。はい、めちゃめちゃ使いやすい。で、ちなみにこのシューティンググリップの話なんですけども、このボタンを押しながらこうグッと回転できるんですよね。だからこっち方向、そっち方向を撮りたいときはここで操作できるという形で、装着した後もここで回転できるのでめっちゃ使いやすいんですよ。はい、ちなみにこちらが今ソニーの ZV-1 で撮影している映像になります。絞り値がですね F1.8 なんで、今コンデジですけども結構背景とかもねボケてるんじゃないでしょうか。はい、ちょっと注意した方がいいのが、今この目線だと、まあ、カメラ目線になってるんですけど、モニターを確認しようとするとこのぐらいの目線になっちゃうんですよね。だからモニターをずっと見ながら撮影してるとちょっとカメラ目線とは外れるので、最初に画角だけ確認をして、撮影してる時はちょっと目線をですねカメラの方に移してあげると自然に撮りやすいかなと思います。で今こちらこの音はですね ZV-1 で撮ってます。内蔵マイクどうでしょうか。画質の設定とかはもう完璧に初期設定ですね、初期設定で使ってこういう感じで、ちょっと歩いてみたりとかするとこんな感じです。どうしよう、ちょっと外行ってみようかな。うん、庭に出てみたいと思います。庭撮影してみます。はい、ということで庭に出てみました。今ね結構風強いんですよ。そこそこ風が強くて、ちょっとこれからね雨降りそうな天気なんですけども、どうでしょう。こうしてみると今瞳 F も来てるの分かるし、顔も瞳も常にフォーカスが合ってるのが分かるので安心感めちゃめちゃ強いです。あと音声とかはどうかな。今完璧に、内蔵マイクにさっきのモフモフをつけて撮影してるんですけども、こんな感じです。まあ、やっぱり離れると音は遠くなると思うんですが、こんな感じで撮影ができます。はい、素晴らしいですねいやこれはすごいな。画角は今 24mm なんで、手持ちでグリップを持って、撮影してこのぐらいの形になります。 Vlog だとまあギリギリかなっていう感じの画角ですね。はい、ただこれはねいいね、めちゃめちゃいいよ。ちょうどね上の方とかに葉っぱとかがあって、その葉っぱの感じとかも結構綺麗にボケてるんじゃないでしょうか。でちょっとだけ歩いてみたいと思うんですけど、結構ね見る感じ手ブレ補正が優秀なんじゃないかな。かなり安定している気がしますね。うん、はい、こちらねうちで今咲いてるバラですね。いや綺麗に撮れるねやっぱり。でこう見た時のこの背景のボケ感とかも素晴らしいですね。でこっちの方とかにもお花があるんですけども、やっぱりレンズが明るいとねこの背景ボケがすごい綺麗ですよね。ふわっとボける感じがかなり綺麗です。ちょっと望遠も使ってみましょうかね。ぐーっとズームしていくとかなり滑らかに望遠されていきます。で大きくこのお花とかをね撮ってあげることができると。で最大でここですね、これが 70mm、 めちゃめちゃ綺麗で、これ今 F2.8 になってます。はい、これはね最強の Vlog カメラが来てしまったかもしれません。で望遠してても結構寄れるので、割とマクロ的にですねこういった形でお花とかを撮ることもできますね。素晴らしい。この星のねモニュメントみたいなものがあるんですけども、こういうなんか被写体とかがあるときに、かなり滑らかに撮影できます。で持った感じですね、これジンバルとか使ってないんですよ。ジンバル使ってないんですけど映像かなり、滑らかだと思います。素晴らしいな、これはマジでやばいカメラが出てしまったかもしれない。手ブレの補正がかなり優秀ですね。うん、
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今ちょっとお庭の方に出てですね、撮影をしてみたんですけども、めちゃめちゃいい。これはめちゃめちゃいい。今こちらですね、お借りしているサンプル品なんですけども、これはね、買います。はい。これ間違いなく私買います。っていうぐらい、完成度めちゃめちゃ高いです。マイクのこのモフモフが最初からついている点も、まあ驚きましたし、やっぱね、ホットシューがついてるってのも嬉しいですね。ちなみに今試してみたんですが、今使っているこのソニーの ECM-B1M っていうマイクは、互換性がないみたいで、反応しませんでした。だからこちらのマイクは使うことはできないです。ただ、マイク端子がありますので、まあ、通常のですね、まあ、一般的なオーディオジャックに、挿す、マイクとかは使うことができますね。こういったマイクをですね、ここに接続をしてあげて、マイク端子が右についてますので、ここに接続します。こうするとですね、こちらの上のマイクから音を取ることができます。でこの場合も、このバリアングルの液晶だから、マイクとこの液晶がね、被んないんですよね。わかりますか？こういう感じです。こういう感じで音を取ることができます。一応こちらですね、ロードのマイクを使ってますけども、音はどうでしょうか？専用のマイクをつけているので、さっきの内蔵マイクとはまた違った音になっていると思います。外部の外付けのマイクとかを使うと、まあ、こういった感じですね、完璧なこの Vlog スタイルで、動画を撮ることもできます。はい。もうこれ完璧なるこれ Vlog カメラだと思います。っていう形でちょっと今回ですね、ZV-1 をとりあえずサクッと使ってみたんですけども、もう感動するポイントがですね、多すぎて、ちょっと頭が追いつかないぐらいに感動しちゃいました。ちょっとこれからこちらですね、1ヶ月間ほどお借りすることができますので、ちょっと様子を見つつですね、試せる機会がありましたら外撮影とかもね、6月中とかに撮影できたらいいかなと思ってます。写真とか総合的な使い勝手とかもじっくり使ってみてですね、ファーストインプレッションの後の使用感のレビューとかも出したいと思ってます。であとこちら、個人的におそらく購入します。はい、そのぐらい使った時点で感動が大きかったので、これかなり、革新的なカメラだと思いました。ぜひ参考にしてみてください。概要欄の方にですね、詳細ページとか載せておきますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。